制限立ちゴロバット8月30日9時18分ということで、今日も僕の夏休み4をやっていこうと思います。よろしくお願いします。今日も元気いっぱいやっていこうと思う。長えの長えの労働がとにかく長え。73時間積み重ねてきた、1ヶ月積み重ねてきた。今日はもうこの島を歩けるのも最後の一日だからな。みんな揃ってラジオ体操だ。いいね、人いっぱいで、ペッタンとジュニアも来て、これ賑やかになったね。もう明日はね、朝からもう帰っちゃうと思うんで、まあ今日が最後だからな。悔いのないようにしっかり姫が言ってた通りな、目に焼き付けよ、この島の景色を。じゃあいただきます。はい、いただきます。としっかり味わえよ、僕くん。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。と、あ、今日も何のお話もないね。よし、じゃあ今日は島を巡りながらこの夏の思い出でもたどりますかね。よーし、まずは歯磨きだ。やべえ、歯磨きついに今日でコンプリートできるぞ。しかも昼一回帰ってこないとね、ちゃんとね。でもご飯頼むしな、またお魚釣ってな。大事にしろよ、この歯磨きも大事にしろよ。僕明日帰る前にちゃんと磨くんだぞ。僕おれ来たーすげえ揃うぞこれ。こんなに星がピカピカと輝くとは正直思ってなかった。おばちゃんいない？いる、みんな。おばあちゃんは？おばあちゃん、お庭、相変わらずお庭。来年もまた来ておくれよ。来るよ、うん、おばあちゃんも来年またここに来てね私はここに住んでるんだよ。一緒に来たと思わっておばあちゃんも明日帰ると思ってんのかな。きっと僕は来年も来るんだろうな。太陽たちと遊ぶんだろう来年もな、ウルトラ。来年までは僕のこと忘れるんじゃねえぞな、ウルトラ。お座りも教えてやったの僕くんだ。ほれ、おばっちゃんは今日もお洗濯かい？また来年も来る？来る。うんうん、絶対やだね素直に行こう。うん、よしよし、素直でよろしいよかった。そう、僕くん、あの75号以外には基本的に素直だからなぜか75号にだけやたらとクソガキを発揮するけどなあ。俺さゆりさんと、俺来年来たらさ、さゆりさんと吉田商店どうなってっかマジでわかんねえよな。これもう結婚してる可能性あるだろこれなあ。こんにちは、いらっしゃい。こんにちは。ちょ、なんか買うかな。ちょ、買おうぜおにぎりとさ、コロッケも買おう。コロッケ食おう。たまには腐ってねおにぎり食いてよお、ジェット剤、これ満腹セットよ。これでいいね。これを今日は持ってな、島をいっぱい歩くからお腹が減ったら食べようぜ。いいじゃな、乗船切符。これ買ったことないな、もう買おうこれ仲良かないけど買おう。そろそろコロッケあげようかな。どれどれお手並み拝見いたしましょう。まあいいよ腹立つ仲良さそうにしよう。帰るんだぞ明日なあ。お別れの一つぐらい言えよお前。ちくしょこの仲良さそうにしやがって。コロッケ食うか。じゃあ歯磨いたばっかだけど、俺うめえぞこれ揚げたてのコロッケ。僕は吉田商店で買ったコロッケをサクサクっと食べた。うまーい、こらうまいぞ揚げたてで。乗船切符買ったし今日は75号の船にも乗るか。あ、吉田商店で買った船の簡易通券150円高いけど、これで5回も乗れるんだ。1回分だといくらになるかな。30円だね、変わってねえなあれ1回30円だよ、あれ確か。
変わってねえや。よいしょ。てか、夜いるかな。さゆりさんいるけど吉田商店夜いないんかな。だったらお別れだぞこれで。おっさんいるんか。夜いらっしゃい。こんにちは。はい、毎度あり。でもあっけない感じだけど。よいしょ。そして今日も子供たちは秘密基地かな。あー、精霊の木さん本当にお世話になりました。なんかいるかな。マジで6日にカブトムシ、それ来たって。はいつもの来たって。6日にカブトムシ、そして10日になんかいるかな。オオクワ出してくれたおかげ、そのおかげで何もいないや。優勝できたと言っても過言ではない。なんかいるか。本当にお世話になりました。お世話になりましたと言いながらめちゃくちゃ蹴りまくってるけど、やったぜ。来たってはいつもの来たってはちょ、これ取ってくか記念にな。8月30日に来たてはな。な、ほんとお世話になったなね。お地蔵さんもありがとうございました。そして待てよ、はい、郵便ひげともなんだかんだ毎日郵便局来てたからな。あつ郵便ひげ、こんにちは。お元気ですか郵便ひげさん。あれまだいるんだね。なんだよその言い方。僕こっちに住むことにしたんだ。普通に嘘ついた。え、普通に嘘ついたぞ。よろしく。困ってる。え、マジマジなんてなってる。まあ、郵便ひげこっち住むことにまた毎日来るからさ、手紙あったら届けてやっかんな郵便ひげや。おじちゃんって冗談が通じるから大好きだよ。分かってたから。やるな僕くん。わざと。もう通じてるということが分かった上での冗談。やるね。自転車にでも乗っちゃおうかな。よいしょ。自転車で。さあ、秘密基地に行こうか。そしたら、せっかくだから、あのでかい橋でも取っていくか。おれー。よいしょよいしょ。みんな今日は秘密基地に、いると思うけど。いないね。ここの橋もなぁ。綺麗よなここなぁ。いつも姫が見てたけど、いつ来ても入道雲とこの青い空が綺麗でな。よいしょ、これここしてここさすがに俺なんでか。危なすぎるな。よいしょ、これで降りてと。はい、さあいるかみんな、みんな来てるか。最後までやろうぜ虫相撲。あ、合言葉を言いな。今日みんな水着なの。一心同体。なんて読むんだよまず。家督隊、科学特捜隊みたいな、消防隊、少女隊。知らん。知らん。それっぽい。あーくそ。大丈夫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 。一回正解で入れてくれって。しかもペッタンすでに中いるじゃねえか。どうせこいつ正解してねえくせに。ちくしょう。未来警察。ウルトラマンではないだろ。未来警察じゃないだろ。ウラシマン、ミラーマン。ミラー、ウラシマン。未来警察、ウラシマ太郎みたいな感じで。ウラシマンかな、引っ掛けかな。未来警察、未来に行くみたいな感じでね。えおじいちゃんになるからみたいな。よしよしよし、オッケー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 。未来警察、最後のウラシマン、最後の合言葉。よし、いや一発正解だったな。完璧だ、流れは完璧だ。どうもお邪魔しまーす。あ、なんだ。はい、発表があります。なんでしょう。今日でボクちゃんとキミコちゃんはお別れ。そうなのよね。まあ、昨日別れの写真も撮っちまったし、うん、後の挨拶は各自勝手にやってちょうだい。なんでお前そんな冷たいんだよ。おい、太陽から一言ないの。そうだよ。俺は何にも。照れてんのかな。そうだ、ボクちゃん最後にお願い。どうした。お願い、俺の代わりにやってみろよ。いいのかよ。僕が、うん、これは太陽からの。じゃあ言うよ。これはもう最高の信頼の証でしょ。これは写真も撮ったし気合もバッチリ。いいね、各自持ち針つけ。きたー。おー、言いたいことを選んでください。友達がたくさんできて。お前ら最低だ。そんなこと言わないよ。ここで友達がたくさんできて
本当に嬉しかったです。すごい真面目じゃん。でも一番活かしてて、ああ一番かっこよかったのは誰だ誰だ僕くんだみたいな感じで言ってほしかイエーイイエーイだ揃ったなんだよ、ずいぶん真面目に行くんだなと思ったら結局こうなったわさすがだな、それでこそ僕くんだ嬉しいな、太陽なんか照れてさ何も言えなかったけど、でも号令やっていいぞっていうのはきっと太陽にとってな、もう一番の信頼の証、仲間の証だろうな。ビシッと言ってやったのさ、かっこよかったな僕。暗い別れはしたくない、そう僕のツボはね、明るく楽しくビシッと言ってやって、これでみんな僕に夢中。いいね、俺これで夢中だぜ。実際かっこよかったの俺だろこれ絶対な。虫相撲だって超強かったし、モンキー相撲だって最強だったぞ。僕なかなかいい演説だぞ。いやありがとう、ほらキミコちゃんも惚れちまったな、ついに。これはついに惚れちまった。でももう姫とも結婚しなきゃなんねえし、どうしよう。さっきはナイスだったねナスじゃなくてナイスだよ。出た、姫ジョーク、プリンセスジョーク出たな。僕くんロッカーみたいだったね、かっこよかったでしょ。ロッカーって言っても荷物入れるやつじゃない、一瞬思ったわ正直。今日はどこへ行けば面白いか、一瞬思ったけどバカみてえだなと思って言うのやめたわ正直。いや、じゃあ予言を聞きたいときはいつでもどうぞ、うん、また聞くなあ、ちげえや、マメは本当に何でも知ってるんだやべえ、おい、そうだよ、俺夕方予言聞いてもしょうがねえんじゃん。今普通に夕方予言聞くわって思ったけど、そうだった、今すごい現実とぶつかった。今今日はどこへ行ってもらったか予言を聞きたい。え、どうなるんだろう夕方。じゃあ今日は聞けるかわかんないから聞いとうぜ。1、2、3、4、5、6、そうだよ、はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで、ね、今日は秘密基地だったよね。当たってると思う。あとなんだっけ。さてと、うん、豆の予言まだまだ聞く。豆ちゃんの予言は絶対外れないからな、はい、じゃあこ、あとなんだったかしら。はい、あ、そうだ、夜太陽の部屋行くの忘れないようにしないとね。普通に今忘れてたわ、縁側な。了解。あと確かあれあれだっけ、白屋さん、あ、吉田商店か。了解。うん、ありがとう。じゃあ予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。本当？じゃあまた夕方来ていい？マメは本当に何でも知ってるんだ。また夕方来ちゃおっかな、じゃあ。よいしょ。ほんで？結局ボクちゃんがどんな性格なのか俺は最後まで分かんなかったな。なあ、真面目な感じなのかと思ったら急にふざけるしな。本当に不思議なやつだよ。なあ、でもペッタンとも仲良くなれたな。最初なんてさ、俺は認めねえぞみたいな感じだったじゃん。ねえペッタン、ボクちゃんさっきはぶちかましたね。やるときあるね。まあな、任しとけや。号令、来年から号令は俺かな。なんだか寂しいぜ終わったなんだか寂しいぜ。全然寂しそうな言い方じゃないけど、でもきっと太陽なり寂しい気持ちもあるのかもしれないな。おら、最後の虫相撲じゃ全員ぶっ倒したっかんな。俺にはかなわねえってことはしっかりお前らの脳に刻んで、そして帰る。俺出してこい。まずはダークカイザー、こいつが取れた時のな、びっくりした。そうだ、師匠と同じ日に取れたんだよな。俺一撃必殺 CC5 の中堅だぞこの野郎。この安定感さすがだなカイザー、つえー、通算成績116勝5敗、素晴らしい戦績だ。じゃあ次は僕の番だね、ダークカイザー。さあどんどん行くぞ。続いて超特急マグマ、痛い。いやでも赤足がこんなに強くなると正直思ってなかった。だ100勝4敗、マジで強いから、マジでマグマ強いから、カイザーと張れるこの強さ、おらマグマドーン、これがマジで強い。昨日も新技覚えてな、髪切りにはもう負けなくなったし。いやこの影の盾役者だな、カイザーとマグマ。こいつらがこういうあんまり強くないやつを倒してくれるおかげでこう強いのが出てきて、でそこに師匠とか超神を当ててレベル上げてたから、本当に影で活躍してくれた。このマッチョハンミョがまた強えのよな。俺行ってこい。こいつもね、こういうコアッパどもたくさん倒してくれたから助けられたんだよな。俺行け、あら引っ付き、これが強え、ナイス。やっぱり負けか。ハンミョハンミョとマッチョハンミョはだいぶ
裏で活躍してくれた。半妙半妙も言っとくか、そしたら俺いけ。半妙半妙も、おー、パワーもある、パワーもあるよ。来た、おら、ヒップ付きがある。マジで半妙のこのヒップ付き強い。ダメだよ、まだ出るよ、まだ出る。ギロチンドロップ、大丈夫、耐える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 。あー、外した、大丈夫、スタミナ勝ってるよ。頑張れ、半妙半妙、ヒップ付きだ。あら、出る、めっちゃ出る、これがいいね、強い。負けちゃったんだ。なんだかんだだと40勝以上してるもんな。レベルが上がったみたい。本当にこの辺の奴らには助けられたわ。次は俺の番だ。縁の下の力持ちだな。いや、すいません、ちょっと久々に巨匠にも出会ってもらっちゃって、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コツコツコツ、ありがとうございます。ありがとうございます。タクチケ、いつものように楽屋に置いとくんでよろしくお願いします。ありがとうございました。またまたよろしくお願いします。ちょっとガンマンも最後いっとこう。俺こいつ序盤活躍したぞ、だいぶ。ガンマン頑張って。そしてこのガンマンの放ったこの銃弾が、あのキングオークワ X の肩口をかすって、そのおかげで勝てたとも言われている。ガンマン押し出しちゃって、うん、ガンマンどうだ、撃てるか。ガンマンもっと撃て、撃ちまくる、連発しろ、そのリボルバー撃て。山嵐だよ。あ、山嵐、これはでもラッキーか、むしろラッキーかもしれない。立場逆転、足引きが入る、出ちゃう。おお、いいね、ナイス。負けちゃった。いい思い出になったな、ガンマンな。お疲れさん。そしてその程度の完全掌握、騎士5戦法破壊スイズ。何がご成敗式目じゃ。やめ、俺が成敗してくれろ、おらーゲー。そして回して終わるよ。あ、違う、下がった、まさか、もう一回トガン。完全に成敗した、これは成敗。悪い奴らを倒すのは俺らの仕事よ。そして老中の戦い方は、見る人を魅了してやまない。オラオラオラ、コツンコツンしてやらの。パワーめっちゃ俺投げる、パーン。あー、強い。悔しい。見るたびにこんなに強かったっけと思う、この強さ。圧倒的か、視聴者からの人気も。次は俺かな。すごい、この老中。うわ、すごく強そうな虫。めちゃくちゃ強いぞこいつ。気をつけろ。ほら。あら。あの負けちゃった。あのレベルのスタミナも一発なのか、ロジエ。ごめんな。レベルが上がったよ。なんかごめん。えいえい。あ、やばい、背中叩くと危ないって。危ないって、豆ちゃん背中叩くと。あれ、キュッ。なんだこの流れ作業。なんなんだこの流れ作業は。簡単なお仕事だこれ。結構育てた虫だな。ゼータマジンガーじゃちょっと相手になんねえが、しゃあねえ。やってやれ番長、俺いけ。このスイーだもん、スイーだもの。はい、どう、謎の技も出る、余裕があるね。しかーん、見ろこのスタミナ、圧倒的だぞ。頑張れ、俺いけいけ、どーん、よいしょ。いいね、縦横無尽に往復しちゃった。1往復しちゃった土俵、余裕の。そしてガブリオルでしょう。レベルが上がったぜ。30レベル。次は俺かな。番長30レベルなんだか。ワロタ、嘘だろ、30レベルってかなり育ててある虫ね。でしょ、すげえ。こんなに褒めてくれ、30レベルになったからか。めっちゃ褒めてくれた。かたくなに褒めなかったペットなんだが、さすがの30レベルは褒めるか。その虫、まずまずだな。やっと30で、やっとまずまずかよ。もっと強えの出せよみたいなことずっと言ってたんだけど。ジュニアは、ぬわー、ものすごく強そうな虫。ぬわーって、パパス以来のヌアーが出たな、これ。すごく強そうな虫。これは？おお、すげえ。おー、強そうな虫だな。気分いい、めっちゃ気分いい。けー、カブトムシはこの圧倒することのパワー、このパワー、そして竜巻アッパー、完璧な試合。余裕、負けた。こんなに強いノコギリクワガタ見たことがない、強すぎる。結構育てた虫だな。天カブトバーサス超神、天から見下ろせるのは神だけだ。おら、この圧倒的パワーでとにかくぶつかる。こら、ここで踏ん張れ。あらな、食らっても関係ねえ、それでも押す。おら、道開けろ。そこ凱旋パレードの邪魔なんだよ。負けた、強すぎる。太陽だかなんだか知らねえが、神に逆らうんじゃねえ。えが、おら、押しを鍛えてきたんだこっちは。いいぞ、いける、ドーンがあるから、ダールだっしゃ。悔しい、なめるな。レベルも体格も関係ねえんだ。
神である。ただその一点でこいつが負けることはね。ちょっとやっぱあれ一回見とくか。ゴーありがとうございます。一回な、やっぱ一回見とかねえとこれ一日一回ぐらいな、やっぱ見たくなるから。最後ゴーバリアント、ダッシュ突き出しなしで正々堂々勝負するわ。このぐらいじゃ出さないと思う。俺いくぞ。オーケー。あら、それでもパワーが勝ってるからな。大熊にパワー勝っちゃってる。あら、ひっくり返しがある。あらあら、それでも俺には勝てねえか、ゴーバリアン。お、俺やってみろ。やれるもんなら。なんじゃ、そんなんじゃ俺は倒せん。あら、押せ押せ押せ、そこだ。こなるか、チンドロップ効かん、そんなしょっぺえ技。あら、いけ、よいしょ。さすがだな、師匠。悔しい、負けた。もう余裕よ、誰も俺には勝てん。最強。さあ始まりました、今日の先輩最終回。頑張って。さあ最後に華々しく全勝を飾ることができるのが、ツバメ返し。俺は昨日覚えたツバメ返しが炸裂する。いいぞツバメ返し。俺はツバメ返しめっちゃ気に入ってる。先輩がツバメ返しをめっちゃ気に入ってる。山嵐の時代はもう終わりだ。オゲー、今日もバシッと全勝決めてほしいな先輩。勝ったよ。いけ、逆トランポリンだわ。何、当たっちまった。てかなんか先輩スタミナ伸びたな随分。俺自分ボンバー、ね、あら、自分ボンバーもある。一気に逆転だ。オラあとツバメ返しで終わりだ。最近ツバメ返しがある。いいね、ツバメ返しを覚えて。これ一皮むけたわ。デコピンよりダメージ全然でかいし、でも早い。うわ、強そうな虫。強えんだよ先輩は。頑張って。強えんだ。最後の力を振り絞って頑張る先輩。頑張って。頑張れ先輩。最後勝ってくれ。優秀な部分。あ、まさか一生打っちゃりか。一生打っちゃりを狙っているのか先輩。また富士かけるつまみ返し。さあどうする。あ、一生打っちゃり、一生打っちゃりか。富士かけるデコピン。あ、これは先輩ツバメ返し。いいね、負けちゃった。最後まで殴って勝ったな。あー、お疲れ先輩。98勝。もうちょっとリアクションだったのに。だからこれがなんか先輩らしくていいな。最後のこのちょっと爪の甘い感じ、先輩らしくていいわ。98勝、よく頑張ったなあ。ほんと強くなったな先輩。すごい盛り上げてくれたよ、ありがとう。あー、こいつらもこれキングなんだな、どれも。はあ、めっちゃキングなんだ。あ、そうかいな、もう大釜キング。あ、おっかな分もそうだよな。めちゃくちゃキング持ってたんだなこいつら。はあ、天下兜は兜のキングなわけだ。キングオークは X がキングだと思うんだけどね。あいつ交換できなかったんだよな。ルイルイは270匹のガチだって。誰がいねえか勝てるやつ。番長は俺217。いや、とんでも十分やばいけどな。217超神。226、やっぱり師匠か。やっぱり師匠だろここは。俺シャー勝ちでも勝ったぞ。274、さすがは師匠ナンバーワン、師匠ナンバーワン。よーし、みんな存分に戦ったな。本当にありがとう。本当にありがとうな、みんな。さ、最後にね、気持ちよくモンケシ全部奪って気持ちよく奪って最初は俺からだ。帰るぞ。何がシーワーガーじゃ、関係ないんじゃ。ほら、さあこれ、どうせお前もう一匹出してくんだろ。どうせシーワーガーもう一匹出してくんだろ、お前知ってんだからよ。危ない、もう出てるって。お、見ろよ、もう首絞めてる。ステーション21がシーワーガーの首絞めてたな今。やば、ほらー、ゲー、あー取られちゃった。どうせもう一個出してくんだろお前、知ってんだぞ。僕持ってない、誰かチェンジ。最終日も持ってねえよ。持ってない。俺持ってないよ。結局か、チェンジ。次は俺の番だ。分かってるわ。じゃあこいつな、こいつが多分ラストバトルだ、最後の戦いだな。いやでもやっぱ最後はさ、こいつしかいねえだろ。あら、ずっとこの31日間こいつでやってきたんだから。いいぞ、ちょっと待って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 。あ、もうこける、シーワーカーこけそうでしょ。こいつは結構ねコツがいるんだよ。ちょっと待って、避けて横行って、こけろ、前に倒れる。こいつは前に倒れるから。
ちょっと待って、花さん、ちょっと怖い怖い、やだやだやだ、マジでやだ、ちょっと、やだやだやだ、なんで最後の皮肉なんでこんなに緊張しなきゃなんだ、ちょっと待って待って、あ、いいよ、いいよ、もう大丈夫、シーワーカーでも何回もやってきたから、分かってんね、全盆消しに対する戦い方はもう完璧に把握してる、いいよ、これは叩きすぎない、シーワーカーの時は叩きすぎないで、相手が転ぶのを待って、自分のバランスを取る方が大事、相手を押すよりも。バランスを取る。そしたら勝手に転ぶから、オッケー、よっしゃー、おし、いい戦いだった、最後の最後に、オッケー、来たー、あー、俺もいいね、104勝だな、誰も持ってねえじゃん、この4勝がステーション21と戦った時の2勝、そして最後の2勝だな。あー、いやー、マジでめちゃくちゃ勝ったな、バットボーイな、ほんとこいついてくんなかったらこの夏は乗り切れなかった。そしてその後継いだステーション21はこいつが普通にめちゃくちゃ強かったからな、使えたわ、ほんと、あー、ほんとよかった、楽しかったな、モンケジいっぱいあるなめちゃくちゃあるなこれなんでこんなにあるんだろうな、10個ぐらいしか買ってねえはずなんだけど、おかしいなこれ、どこんなにあるんだろう、よーし、結局結局最後まで一つ残らず全部奪っちゃったな悪いな悪いな、でもこれが俺の夏休みだから、楽しかった楽しかったな、この秘密基地での虫相撲モンケジ相撲毎日来たもんね、ほんと目いっぱいやったな、ほんじゃな、おめえら楽しかったぜ、じゃあな、スッてでもキミコちゃんとヒミがスッとそっぽを向いてしまう、よいしょ、さあそしたら島を回っていこうぜ、75号おっさん写真できた、写真よ、クソガキ、おおっさんよ、変なおっさん変ながついた、さてと終わった、俺様に何の用だ、最後の会話これで終わった、しょうがない、俺今日は切符持ってんだおっさん、そうせっかくだからこれもう使い切らねえけどな、じゃあ風の裏汽船所属乗ろうぜ、今日何往復もすれば使い切れんのかな、塩町桟橋を出航、出荷、この切符を持って帰って思い出の一つにしようかな、この船にもなあんまり乗らなかっただいたい泳いでたけど、いいね、ありがとうおっさん、というわけで帰りの船に乗りたくなったら、この港の端っこで大きな声で叫んでくれ、うん、了解、切符は往復だから明かりはいらないから、はいよ、じゃあご乗船ありがとう、じゃあな変なおっさんよいしょ、こうして一番最初結構早かったよな、2日目とかにはもうこの船乗ったもんね、おじちゃんはやっぱり仕事中かな、どうやらここはやっぱり危ないところ、出てきてくんねんだよな、仕事中、よいしょ、まゆみさん、まゆみさんはいますか、よいしょ、まゆみさん明日帰っちゃうよ、まだこっちにいるんだね夫婦で同じこと言って、いつ帰るの、明日帰るんだ、うん、来年も来るのかい、うん、あ、うんって言ってる、わからないまあな来たいという気持ちなんだろうな、来年来られたらまた会おうね、うん、うん、きっと来年も来るよ、まゆみさんにも毎日会いに来てたからな、ビビアン、来年ビビアンの子供を撫でることができるといいな。な、ビビアン。ね。もう、夜には、こっちにはね、あっち島には来れないから。本当にこれでお別れ、だね。ああ、あるわ。全部、おい、なんかパクってこうぜ。もう明日帰るしよ。これどうせ寄贈するんだろ。パクってこうぜ、なんか金目のもの。金目のものをいくつかよ。こっそりとな。靴の裏に入れてよ。パクってこ、じゃあね、まゆみさん、さよなら、まゆみさん、郵便ひげとも多分あれが最後の挨拶だったんだろうな、よいしょ、さあ、あっち島もね、なんかあれよな、さゆりさんとデートとか行ってさ、ここら辺来たよな、覚えてる、あの花の名前、俺は覚えてるよ、あのさゆりさんが教えてくれた花の名前な、これ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 、これの名前は伏黒仙王な、
俺はしっかり覚えてる。ほら、あれは伏黒千能って言うんだ。日記にも書いたもんな、僕くんな。ちゃんと覚えている。こっちの奥にもせっかくだし行くか。よいしょ。神社があったな、神社な。ほれ、ここでキミコちゃんとおじ2号がデートしていたこともあったな。ほい、ここ最初来た時はね、びっくりしたな。めっちゃ綺麗でいい景色が見れら。あの島々にもいつか橋がかかるのかもしれないね。ねえ、いいね。いろんなところに思い出があるな。嘘。また